藍津若松新潟線、藍津若松新潟線、藍津若松新潟線は、福島県藍津若松市と新潟県新潟市を結ぶ、高速バス路線。当項目では、道路線と福島県山郡西藍津町まで、ほぼ同一の経路を運行する藍津若松、野沢線についても合わせて掲載する。新潟県県外高速バス路線図。右側の大々色の路線が、本路線である。 新潟線は、万越自動車道が全線開通した1997年10月、4往復で運行を開始した。先着順の座席定員制で、事前予約は不要である。野沢線は2004年、2往復で運行を開始した。数年前に廃止された、国道49号経由の一般路線バスを保管する形で開設されたものである。 合津若松市内国道118号、国道49号、国道121号番越自動車道、日本海東北自動車道国道49号、亀田バイパス、七畜産インターチェンジ国道7号送りの木バイパス、赤市通新潟県道33号、新潟停車場線国道7号、合津若松市内国道118号、福島県道64号合津若松裏、 万代線、国道49号、国道121号番越自動車道、西会津町内、会津若松新潟線は両車とも、ハイデッカー4列シート補助席付き、化粧室なし車両で運行する。ありがとうございます。